農商務省。1891年農商務省は、かつて産業行政を推進するために設置されていた日本の中央官庁。このページでは、第二次世界大戦中に設置された農商省も合わせと述べる。農商務省は1881年に設立され、明治政府の殖産工業政策の一翼を担った国家機関。太政官制の下では農商務卿を長とし、内閣制度創設後は農商務大臣を長とする。所管分野は主に農業、林業、水産業、商工業といった諸産業である。1925年に農林省と商工省に分割された。工場法制定へ向けて全国工場労働者の実態調査をし、その報告書である職工事情を1903年に刊行した。第二次世界大戦中の1943年11月1日、農商省が設置された。明治から大正にかけて存在した農商務省と異なり、務の文字がないことに注意を要する。長は農商大臣である。これは商工省の主要部門が軍需省に移動したため、商工省の残存部門を農林省に統合して農商省としたものである。終戦後、軍需省という組織は存在意義を喪失したため、1945年8月26日、再び農林省と商工省とに分離、復活した。1903年に農商務省農事試験場園芸試験地へ導入されたラ・フランス。ありがとうございます。